でもこんなんで無理だろ。無理だと分かっていても挑むのは男でしょ。諦めたらそこで野宿だよ。目ゼリフみたいに言ってんじゃねえ。いいから開けて。そうだ藤尾。ああ、お母さんさ、近いうちにプロポーズされるかも。マジかよ。早くしてよ。早く言ってよ。いや、わかんないけどさ、そういう瓶をガンガン出してくる人がいるわけさ。そのおっさん金持ちかよ。いきなりそこかよ。そりゃそうだろ。こういう時すぐ業者呼べるのはどこなのかよ。いや、そりゃわかんないけどさ、いや、そうなったって受けるわけもないわけだし、ただ母さんもまだまだいけるだろっていう話だよ。何言ってんだよ。ちょっと何やってんすか。警察。いやでもこれ自分家だし。こんばんは。なんだよ、新たかよ。ちょっと待って、あなたなの？あなた？おばさん、お久しぶりっす。やだ、ちょっとイケメンになっちゃって。いや、おばさんこそ全然変わんないっすね。今その話をしてたとこなのよ。珍しいじゃねえかよ、どうした？いや、すぐ近くまで来たからさ、お前の顔でも見てこうかなと思って。ちょっと出てきていいか？いいよ、まだあるしね。無理だって、さっさと業者呼べって。え、嘘。そうか、お前の父ちゃんもコックだったのか。そう、だからそこで修行して親父の味をマスターすんだよ。ってことはお前はコックになるってことか。まあそういうことだな。へえ。俺さ、今まであっち行ったりこっち行ったりでフラフラしてきたけど、ようやく見つけた気がすんだよ。自分の人生の全てをかけてもいいって思えること。そうか。お前にはさ、めちゃくちゃ世話になっちまったから、誰よりも先に言っときたくてよ。